第12号総改艇は、日本海軍の総改艇。第7号型総改艇の6番艇。1938年5月28日、石川島造船所で起航。同年9月20日、総改艇に類別。1939年2月18日浸水。同年8月15日に竣工。佐世保陳述席に編入。 1939年には日中戦争において火中の作戦に参加。1941年4月10日に第3艦隊が新編された。この艦隊は第16戦隊、第17戦隊、第5水雷戦隊、第12航空戦隊、第1根拠地隊、第2根拠地隊からなり、第12号総改定は第1根拠地隊の 第21総会体に所属していた。太平洋戦争初戦では、秘湯部隊第2九州隊の一席として、フィリピンの美顔攻略に参加した。第2九州隊は、上陸部隊を乗せた戦団を護衛して1941年12月7日に、マコーから出撃、12月10日に上陸が行われた。同日、空襲で第21総会体の 第15総海艇が沈没した。ついで、白鷹を除く第1根拠地帯は、軽巡洋艦、ながらなどとともに第4護衛隊を編成し、ラモン湾上陸作戦に参加した。上陸は12月24日から行われた。12月26日に、飛島部隊の大半は、ライン部隊となった。第21総海隊は、軽巡洋艦、人数などとともに、 東方攻略部隊の第2号衛隊として、メガド攻略に参加した。攻略部隊は1942年1月9日に、マグナガワンより出撃。1月11日に、メナド、ケマイの上陸が行われた。第12号総会艇は、メガド攻略の戦団護衛に従事した。同日、第21総会隊は、バンカ白地の総会を行った。1月14日に、 モルッカ海で潜水艦30隻発見との報告があり、第15、16駆逐隊と第21総海隊による総動が行われたが、何も見つからず、潜水艦発見の報告の大半はクジラを誤認したものとされた。1月21日より、ケンダリー攻略作戦が行われ、第21総海隊も参加した。攻略部隊は1月21日に、 万科博地から出撃し、1月24日に上陸が行われた。ついで安本ンン攻略に参加。第21総解体は、第15区逐隊第1小隊とともに1942年1月28日に、ケンダリーより出発し、1月30日に攻略戦団に合流。1月30日から31日の夜に、戦団は目的地に到着し、 上陸が行われた。2月2日、第21総海体による安本湾の総海が開始されたが、第11号総海体と第12号総海体のライグ展開機に機雷が触れて爆発し2隻とも航行不能となった。その後さらに、第9号総海体が触来して沈没した。同年3月10日、第2、南図海艦隊第21特別根拠地帯に編入。 その後、スラバヤ方面で、戦団護衛に従事。5月には小寸田列島官邸作戦に参加している。同年8月12日、スラバヤに入港し応急工事を行い、同月24日に完了。その後、スラバヤからマニラまで、戦団護衛に従事し、同年8月16日、佐世保に帰島し入居修理を実施。同年10月24日に出居。 同年11月14日、スラバヤに入港。その後、スラバヤを拠点に、戦乱護衛に従事。1945年4月2日、スラバヤを出港し、シモール島へ輸送任務に従事。同年4月5日、フローレス島西岸沖で、アメリカ海軍潜水艦、ベスゴの来撃により撃沈。同年5月25日に除籍。ありがとうございます。